ベルな、ね、はい、戦いでしたよね。両チーム構成部続いてましたからね。さあ徳島裏に抜ける垣田、さあ前が空いたか、垣田ゴール前シュート、うおっと、ここは最後接触あってどうだ、笛はありません。いや一番のビッグチャンスでしたけどね、いい形で抜けたんですが少し慎重になりましたかね。少しバウンドしてた分慎重に合わせようとする分、畑中選手に守備をされてしまいましたね。もう一度ご覧いただきます。ここ多分合わせていったと思うんで、先に触ってます。まあ、畑中選手もよく帰りましたし、まあ、後ろからですけどしっかりとボールにね、タックル